On the ice, representing Poland, Dorota Zagorska and Mariusz Sudek. 9番、ドロタ・ザゴルスカ、マウリス・シュレク組、ポーランド。22歳と25歳のペアです。去年の世界選手権は第8位。まずダブルツイストリフト。さあトリプルトーは、ああ女性失敗。白鳥の湖からロシアンダンス。ソロスピンを合わせました。綺麗なラインを出しました。スパイラルステップ。ストレートラインステップ。上げ方に工夫します。オーバーヘッドリフト。最後盛り上げました。ポーランド、ザゴルスカ・シュデック。ジャンプの転倒がありましたが、最後のあのリフトでわーっという場内観衆の心をつかみました。二人でタイミングを合わせます。この回転のうちにポジションを変えていきます。一人が最低5回転以上。上げ方に工夫したハンドトゥーハンドのオーバーヘッドリフト。向こうに時計が見えますのは、あれは演技を開始しての経過時間です。ここで先ほど演技終了しました新井天野ペアの談話が入ってきました。今日の演技について新井天野とも 2,3 日前からタイミングが最悪だった。今朝の練習もひどかったので、それを考えるとよくまとめたと思うと話していたそうです。エレメンツは5点台が半分ほど。
プレゼンテーションはさあ上がるでしょうか。 5.4 も出ています。On the ice, representing Russia, Maria Elena.